人でなしの恋1。一。角のご存じでいらっしゃいましょう十年以前に亡くなった千の夫なのでございます。こんなに月日がたちますと、角のと口に出して言ってみましても、一向人様のようで、あの出来事にしましても、なんだかこう、 夢でではななかかったかしらなんて思われるほどでございます角の家へ私がお嫁入りをしましたのはどうしたご縁からでございましたかしら?』申すまでもなくお嫁入り前にお互いに付き合っていたなんてそんなみだらなのではなく仲人が母を説きつけて母がまた私に申し聞かせてそれをおぼこ娘の私は どういなやが申せましょうお決まりでございますわ畳にのの字を書きながらついうなずいてしまったのでございます。でもあの人が私の夫になる方かと思いますと狭い町のことでそれに先方も相当の家柄なものですから顔くらいは見知っていましたけれど。 噂によれば何となく気難しい方のようだがとかあんな綺麗な方のことだからええご存知かもしれませんが角野というのはそ,はそれはそれはすごいような美男子でいいえおのろけではございません美しいと言いますうちにも秒針な性もあったのでございましょうどこやら陰気で青白く透き通るような ですから、一層水際だった殿御ぶりだったのでございますが、それがただ美しい以上に、何かこう、すごい感じを与えたのでございます。そのようにきれいな方のことですから、きっと他に美しい娘さんもおありでしょうし、もしそうでないとしましても、私のようなこのおたふくが、どうまあ、一生かわいがってもらえよう、などと、 いいろろ取り越し苦労もしますればしたがってお友達だとか召使いなどのその方の噂話にも聞き耳を立てるといった調子なのでございます。そんなふうにしてだんだん漏れ聞いたところを寄せ集めてみますと心配をしていた一方のみだらな噂などはこればかりもない代わりにはもう一つの気難し屋の方は どうして一通りでないことが分かってきたのでございます。いわば、変人とでも申すのでございましょう。お友達なども少なく、多くはうちの中に引っ込みがちで、それに一番いけないのは、女嫌いという噂すらあったのでございます。それも、遊びのお付き合いをなさらぬためのそんな噂なら別状はないのですけれど、 本当の女嫌いらしく、私との縁談にしましてからが、もともと親御さんたちのお考えで、ナコードに立った方は、私の方よりは、かえって先方のご本人を解き伏せるのに骨が折れたほどだと申すのでございます。もっとも、そんなはっきりした噂を聞いたわけではなく、誰かがちょっと口を滑らせたのから、私がお嫁入り前の娘の敏感で独人合点をしていたのかもしれません。 いいいえ、いざお嫁入りをしてあんな目に遭いますまでは本当に私の一人勝手にすぎないのだと強いてもそんなふうにこちらに都合のよいように気休めを考えていたことでございます。これでいくらかうぬぼれもあったのでございますわね。あの自分の娘娘した気持ちを思い出しますと我ながらかわいらしいようでございます。 一方ではそんな不安を感じながらでも隣町の呉服屋へ衣装の見立てに参ったりそれをうちじゅうの手で裁縫したり道具類だとかこまごました手回りの品々を用意したりそのうちへ先方からは立派な結納が届くお友達にはお祝いの言葉やら先方の言葉やら誰かに会えば冷やかされるのが慣れっこになってしまってそれがまた恥ずかしいほど嬉しくて。 家中に満ち満ちた華やかな空気がジュークの娘をもう有頂天にしてしまったのでございます。一つはどのような変人であろうが気難し屋さんであろうが今申す水際だった殿子ぶりに私はすっかり見せられていたのでもございましょう。それにまたそんな性質の方に限って情が細やかなのではないか。 私なら私一人を守って全ての愛情という愛情を私一人に注ぎ尽くして可愛がってくださるのではないか」などと「私はまあなんてお人よしにできていたのでございましょう」そんなふうに思っても見るのでございました。はじめの間は遠い先のことのように指折り数えていた日取りが夢の間に近づいて。 近づくに従って甘い空想がずっと現実的な恐れに変わっていざ当日ご婚礼の行列が門前に勢ぞろいをいたしますその行列がまた自慢に申すのではありませんが十幾つりの私の町にしてはとびきり立派なものでしたがそれの中に挟まって車に乗る時の心持ちというものは どど、ななたも味わいなさることでしょうけれど本当にもう気が遠くなるようでございましたっけまるで図書の羊でございますわね精神的に恐ろしいばかりでなくもう身内がズキズキ痛むようなそれはもう何と申してよろしいのやら。2 何がどうなったのですかともかくも夢中でご婚礼を済ませて一日二日は夜さえ眠ったのやら眠らなかったのやら舅と姑がどのような方なのか召使いたちが幾人いるか挨拶もし挨拶されていながらもまるで頭に残っていないというありさまなのでございますするともう里帰り。 夫と車を並べて、夫の後ろ姿を眺めながら走っていても、それが夢なのか、うつつなのか。まあ、私はこんなことばかりおしゃべりしていまして、ごめんくださいまし、肝心のお話がどこかへ行ってしまいますわね。そうして、ご婚礼のごたごたが一段落つきますと、案ずるよりは産むが安いと申しますか。 は野は噂ほどの変人というでもなくかえって世間並みよりは物柔やわらかで私などにもそれは優しくしてくれるのでございます。私はほっと安心いたしますと今までの苦痛に近い緊張がすっかりほぐれてしまいまして人生というものはこんなにも幸福なものであったのかしらなんて思うようになってまいったのでございます。それに 姑父お二人ともお嫁入り前に母親が心づけてくれましたことなどまるで無駄に思われたほど良いお方ですし他には角野は一り子だものですから小獣となどもなくかえって気抜けのするくらいお嫁さんなんて気苦労のいらぬものだと思われたのでございました角野の男ぶりは「いいえそうじゃございませんのよ。 これがやっぱりお話ののうちなのでございますわ。「そうして一緒に暮らすようになってみますと遠くから垣い見ていたのと違って私にとっては生まれて初めてのこの世にたった一人の方なのですものそれは当たり前でございましょうけれど日が経つにつれてだんだん立ちまさって見えその水際だった男ぶりが類なきものに思われ始めたのでございます」いいえ。 お顔がきれいだととかかそんんなことばりりではありません恋なんてなんと不思議なものでございましょう。角野の世間並みを外れたところが変人というほどではなくても何とやら憂鬱でしょっちゅう一途ずにものを思い続けているようなしんねりむっつりとした「それで器量はと申せば今言う透き通るような美男子なのでございますよ。 それがもう、言うに言われぬ魅力となって、十九の小娘を散々に責めさいなんだのでございます。本当に、世界が一変したのでございます。二親のもとで育てられていた十九年を、現実世界に例えますなら、ご婚礼の後の、それが不幸にも、たった半年ばかりの間ではありましたけれど、その間はまるで夢の世界か、 おとぎ話の世界に住んでいる気持ちでございました。大げさに申しますれば、浦島太郎が乙姫様のご寵愛を受けたという竜宮世界、あれでございますわ。今から考えますと、その自分の私は本当に浦島太郎のように幸福だったのでございますわ。世間ではお嫁入りは辛いものとなっていますのに、 私のはまるでで正反対ですわね。いいえそう申すよりはそのつらいところまでいかぬうちにあの恐ろしい破綻が参ったという方が当たっているのかもしれませんけれどその半年の間をどのようにして暮らしましたことやらただもう楽しかったと申すほかにこまごましたことなど忘れてもおりますし それにこのお話には大して関係のないことですからおのろけめいた思い出話はよしにいたしましょうけれど角野が私をかわいがってくれましたことはそれはもう世間のどのような女房思いのご停止でもとても真似もできないほどでございました。むろん私はそれをただただありがたいことに思っていわば陶酔してしまって。 何の疑いを抱く余裕もなかったのでございますがこの角野が私を可愛がりすぎたということには後になって考えますと実に恐ろしい意味があったのでございます。と言って何も可愛がりすぎたのが破綻のもとだと申すわけではありません。あの人は真心を込めて私を可愛がろうと努力していたにすぎないのでございます。それが決して 騙してやろうというような心持ちではなかったのですからあの人が努力すればするほど私はそれを真に受けて真から頼っていく身も心も投げ出してすがりついていくというわけでございましたではなぜあの人がそんな努力をしましたかもっともこれからのことはずっとずっと後になってやっと気づいたのではありますけれど 「それには実に恐ろしい理由があったのでございます」「3」「変だなと気がついたのはご婚礼からちょうど半年ほどたった自分でございました」「今から思えばあの時角野の力が私をかわいがろうとする努力が」 痛ましくも突き果ててしまったものに相違ありません。その隙に乗じて、もう一つの魅力がぐんぐんとあの人をそちらの方へ引っ張り出したのでございましょう。男の愛というものが、どのようなものであるか、小娘の私が知ろうはずはありません。角野のような愛し方こそ、すべての男の、い,いえ、 どの男にも勝った愛し方に相違ないと長い間信じきっていたのでございます。ところがこれほど信じきっていた私でもやがて少しずつ少しずつ角野の愛に何とやら偽りの分子を含むことを感づき始めないではいられませんでした。そのエクスタシーは形の上に過ぎなくて 心では何か遥かなものを追っている。妙に冷たい空気を感じたのでございます。私を眺める愛部の眼差しの奥にはもう一つの冷たい目が遠くの方を凝視しているのでございます。愛の言葉をささやいてくれますあの人の小姉すらなんとやらうつろで機械仕掛けの声のようにも思われるのでございます。 でもまさかその愛情が最初からすべて偽りであったなどとは当時の私には思いも及ばぬことでした。これはきっとあの人の愛が私から離れてどこかの人に移り始めた印ではあるまいか。そんなふうに疑ってみるのがやっとだったのでございます。疑いというものの癖として 一度そうして兆しが現れますと、ちょうど夕立雲が広がる時のような恐ろしい速さでもって、相手の一挙一動、どんな微細な点までも、それが私の心いっぱいに深い深い疑惑の雲となって群がり立つのでございます。あの時のお言葉の裏には、きっとこういう意味を含んでいたに相違ない。いつやらのご不在は、 あれは一体ど「こへいらしたのであろう。こんなこともあったあんなこともあったと」と疑い出しますと際限がなくよく申す足の下の地面が突然なくなってそこへ大きな真っ暗な空洞が開けて果て知れぬ地獄へ吸い込まれていく感じなのでございます。ところがそれほどの疑惑にもかかわらず私は何一つ 疑い以上のはっきりしたものをつかむことはできないのでございました。角野が「家を開けると申しましてもごくわずかの間でそれが大抵は行き先が知れているのですし日記帳だとか手紙類写真までもこっそり調べてみましてもあの人の心持ちを確かめうるような跡は少しも見つかりはしないのでございます。ひょっとしたら娘心の浅はかにも 根もななないいいことをを疑って、て無駄な苦労を求めているのではないかしら。幾度かそんな風に反省してみましても一度根を張った疑惑はどうとこうすべもなくともすれば私の存在をさえ忘れ果てた形でぼんやりと一つところを見つめて物思いにふけっているあの人の姿を見るにつけやっぱり何かあるにそういないきっときっとそれに決まっている。 では、もしやあれではないのかしら。と言いますのは、角野は千から申しますように、非常に憂鬱な立ちだものですから、自然引っ込み事案で、一間に閉じこもって本を読んでいるような時間が多く、それも書斎では気が散っていけないと申し、裏に立っていました土蔵の二階へ上がって、幸いそこに先祖から伝わった古い書物がたくさん積んでありましたので、 薄暗いところで夜などは昔ながらのぼんぼりをともして独りぼっちで初見をするのがあの人のもっと若い自分からの一つの楽しみになっていたのでございます。それが私が参ってから半年ばかりというものは忘れたように土蔵のそばへ足踏みもしなくなっていたのがついそのころになってまたしてもしげしげと土蔵へ入るようになって参ったのでございます。 この事柄に何か意味がありはしないか。私はふとそこへ気がついたのでございました。